ブエノスディアス、皆さん。私の名前はシダノ・フェルナンド。フェルと呼んでくださいませ。本日は私の誕生日。私の一族の歴史を見るにはもってこいの日じゃありませんか。3億6000年前の歴史を一度に見ていきましょう。私と皆さんが生まれたこの惑星は46億年前に誕生しました。私の一族が生まれるまでにはそれはいろんなことが起こったんですよ。いや、地球に最初の水の一滴が生まれた瞬間を目撃したかったものですね。それは44億年前のこと。なんといっても私の大好物ですから。水にはいつも根がないんです。30億年前になると光合成を行うバクテリアが現れました。光合成とくれば私はプロ中のプロ。なんせ一日中取り組んでおりますからね。地上に菌類がたどり着いたのは13億年前と言われています。しかしパイオニアだった彼らはそれは苦労をしたに違いありません。8億5000万年前から6億3000万年前頃には地上には分厚い氷に覆われておりました。私が生まれた時代がそこじゃなくて本当に良かったです。そんな極寒の世界の後、6億年前頃には十分な酸素が地表に生まれ、オゾン層が形成されました。これが命にとっては大きな傘となってくれたわけですね。太陽の有害な光などから私たちが守られるようになったんです。この傘の下に広がる新たな世界のもと、5億3500万年前には海が命であふれかえるようになります。そして4億8500万年前になると顎のない魚が生まれます。骨を持った最初の生き物、まあ顎なしでしたけど3億9000万年前には植物が葉や根を持つようになります。いやはや光陰矢のごとし。3億7000万年前には一部の植物が組織を変異させ木の幹を作り出すようになりました。こうして世界には背の高い木からなる森が生まれたんです。そして来たる3億6000万年前、私たちが生まれました。あらあら、まあ可愛いですね。ヒーヒーヒヒヒヒ、じいちゃん、まるで私と瓜二つ。まあ私の方がずっと成長してますけどね。シダの一族が生まれ始めた地球は今とさほど変わらない姿をしていました。しかし違うところもあったみたいですね。この昆虫をご覧あれ。地上を這い回り空を飛び回るおびただしい数。ご先祖様の時代に生きていたら皆さんはそっと押しちゃうかもしれませんね。当時の昆虫は今とは比べ物にならないほど大きかったんですから。ほら、あそこのトンボ、お分かりです？あれ体長なんと60センチメートルにも育つんですよ。鳥肌ものでしょう。あれが地球の歴史で最大の昆虫。私のことは食べないはず。食べないよね。私たちが生まれてしばらく経った3億5500万年前、周りにも目を向ける余裕がようやく生まれました。近場の海ではサメが繁栄を極めておりましたよ。当時のサメは今のような流線型の怪物というよりはウナギのような姿をしておりました。今では彼らは鋭い歯といろいろな形をしておりますね。さて、いよいよ3億5000万年前、今まで出会ったこともない恐竜が私たちの前に現れました。今でいうトカゲに似ているような、しかし頭蓋骨や手首の様子は両生類にも似ています。おっと、なめし側のような質感の卵を産んでますよ。この動物は両生類と爬虫類をつなぐ重要な種、ウエストロティアーナです。
現在でいうところの正真正銘の爬虫類は3億500万年前に登場します。小さなちょろちょろしたトカゲが私たちの根っこをよくくすぐったものです。そこら中に生えるんですから。その同じ時期にいろいろな爬虫類が現れ始めました。今のワニの先祖にヘビ、カメ、ムカシトカゲなどなど、昔々の昔トカゲでございますね。2億8000万年前、私たちは新しい問題にぶつかってしまいます。最初の甲虫が邪魔をし始めたんですよ。茎をガジガジしてくるんですから。ほら、あっち行って。そんな私たちの耳には海でいろいろな種類の魚が生まれているだなんて噂が入り込んできます。それが2億5100万年前頃のお話。そしてそこから500万年後、小さく長い体を持ったイクチオサウルスが海をまるでウナギのように泳いでいました。地上を恐怖の草食恐竜がのし歩くようになったのが2億2500万年前。小さな頭が長い首に支えられて、この首が結構よく曲がるんです。体長6メートルの生き物ってだけでも大きいですけどね。私たちに比べたらずっと大きい。しかし何と言っても恐ろしいのが、その薄のような歯。植物をすりつぶすのに適した形をしているんです。2億2000万年前になると種子植物の森が生まれ始め、私たちはその大きさに度肝を抜かれました。しかもその森に育てられた動物といったら、日本語でなんて言うんでしたかね。激盛り？とにかくモリモリだったんですから。彼らの体には森の哀れな植物たちを消化するために発達した胃腸を支えるために、それそのものが大きくなったんです。なんと恐ろしい。しかし素晴らしいことが、あ、いや、恐ろしいことが起こってしまったんです。それは2億100万年前、地球で最大の事件の一つが起こります。それが三畳紀からジュラ紀の大量絶滅。このために無数の動物の種が地上からも海からも消え去ってしまいました。しかし恐ろしい怪物たちが一掃されたというわけで、私たちはほっと胸を撫で下ろしたというわけなんですね。ただそのおかげでかえって繁栄したのが恐竜。ティラノサウルスにステゴサウルスがその黄金時代を迎えます。おやいやいやいや、感じますか感じますか、根っこにビンビンくる。どうやらディプロドクスが生まれましたね。新しい遊び場を見つけて大はしゃぎだ。この巨大な恐竜は体長25メートル、体重はなんと13トン。あー、でもご安心くださいよ、この子は木の上に茂る葉っぱや枝が好物なんだ。だから私たちには危害なんて。ちょっと旦那、足元気をつけてください。ふむふむふむ、絶滅しちゃうからもう。1億5500万年前になると何やらブンブン騒がしくなってきますね。蚊か何かでしょうか。いやいや、まだそれは現れませんが、しかし吸血性の昆虫が生まれたのがこの頃だと言われているんですよ。ああ、この日のことはよく覚えてますよ。私たちが初めて恋を覚えた瞬間、彼女ったら最高でしょ。1億3000万年前、植物は花をつけたんです。そして昆虫たちや風が運ぶ花粉で、私たちは子孫を作りました。そんな良い香りの花をつけたお隣さんは、およそ1億年前に蜂を集めるようになりました。さてさて、8000万年前までやってきましたね。あれ、また根っこと茎がくすぐったい。あー、なんか耐えられなくなってきた。あー、なんだこの小さな黒い生き物は。あー、最初のアリのようですね。しかしそれからすぐに事件はやってきました。私たちはあの光景を忘れないでしょう。何人もの友人やご近所さん、親戚を失いましたから。これが6500万年前に起こった大量絶滅。
恐竜とその他の動物の半分の命が奪われました。死んでいった命を思うと私は耐えられませんね。しかし鳥は生き残り、そのさえずりが私の元気の源になりました。その絶滅から100万年後、恐竜が姿を消した後の世界を支配したのは哺乳類でした。ここで最初の齧歯類が生まれます。私たちにとってはただただ迷惑なお話でしたけどね。そして6000万年前から5500万年前頃のある日、私は奇妙な生き物を見たんです。長い尻尾を持って近くの木を登ったり降りたり、親指を使って家族連れでそれをやってるんですから。そう、彼らこそ最初の類人猿でした。5200万年前、私は新たな生き物に出会いました。心臓が止まるかと思いましたよ。まあ私に心臓があればですけどね。2本の鋭い牙にマントのような翼、そう、コウモリが現れたんです。そして4000万年前、嬉しいニュースが舞い込んできました。葉っぱの上に儚い生き物が乗ったんです。とても美しかったですよ。これが蝶の誕生。いやー、飛び立ってほしくなかったですね。3500万年前、私は縄張り争いに巻き込まれることになりました。草地が広がり、植物に多様性が生まれました。侵略する他の草に負けるわけにもいかず、私たちは戦いましたよ。3000万年前、最もエレガントな生き物に出会いました。優雅で恐ろしい、しなやかな筋肉質の体に強靭な牙。最初の猫は草を食べなかったらしいですからね。なんとも幸運でしたよ。そして2500万年前になると、爆発したかのように地球上は命であふれかえりました。鹿やハイエナ、キリン、クマ、私の近所は一晩でけたたましくなってしまいましたね。そんなある日、私たちは再び地響きで起こされることになります。ああ、恐竜が帰ってきたに違いないと思っていたら、あら、どちら様。巨大な体は毛に覆われ、長い鼻と曲がった牙を持っていました。彼らはマンモス、地球上に480万年前に現れたと考えられています。そして400万年前、私はあなた方に似た生き物を初めて目撃したんです。アウストラロピテクス、皆さんのご先祖様ですよね。そして200万年前、ついに人類ホモ・ハビリスに出会いました。皆さんとはまだまだ似てはいませんけど、まあ様子を見てみましょうか。35万年前、旧人類のネアンデルタール人が地上に現れます。そしてその10万年後、おお、やってきた、現代人と変わらないこの人々。7万年で彼らはネアンデルタール人と取って変わったんです。ここからの歴史は皆さんも学校で学んでよくご存知ですかね。あー、懐かしいかな。恐竜の足を避けた日々、葉っぱをかじる昆虫との戦い。しかし今では私は皆さんのおかげで快適な暮らしをさせてもらってますよ。窓脇のこのふかふかの鉢植えの中で日向ぼっこしながらね。しかしワイルドだった頃思い出すとしみじみしちゃいますね。新しいことを学べたという方はお友達へのシェアをお願いします。ブライトサイドのチャンネル登録もお忘れなく。フェルナンドでした。Muchas gracias.